塚山公園から十三峠は、神奈川県横須賀市にある峠である。東峠は、横須賀市の北西部、長浦町の戸の採用部に位置するが、峠を越える道は、尾根筋を通り、西の田浦の戸と東の泉の戸とを結ぶ。元の浦が道であり、明治から大正にかけては国道に指定され、ほどが谷と裏が、また、明治以降は、横浜と横須賀とを結ぶ。 幹線道路であった。しかし、田浦、泉の両宿から尾根筋への上り坂が極めて急峻であったことから、荷車等の通行は困難であった。そのため、1928年に田浦、泉間の海岸沿いにトンネルで通り抜ける道路が開通すると、幹線道路の地位を完全に失った。峠の頂上付近は、 山林となっているが、尾根筋の道路に沿って住宅が散在する。両宿からの登り口は、急峻な階段となっているために、自動車で、裏賀道あるいは、明治国道、大正国道のルートをたどることはできない。尾根筋へは別のルートから自動車で登ることができるが、道幅は狭く、利合が困難な区間も多い。山頂に四等三角点がある。 1887年に国道に編入されて、国道45号線、1919年の道路法制定により、国道31号に指定されている。ありがとうございます。